ショットの悩み無料動画分析ただいまやっております。詳しくは概要欄の公式 LINE より無料動画分析と入力してください。待ってます。はい、おはようございます。これです。今日は山梨北斗オープンの2回戦で、引き続き山梨の北斗市に、います。ここはですね、僕結構水が好きなんですけど、天然水ここも美味しい水が湧いてるってことで、とある神社来て、お水汲んで試合中に飲もうかなと思って、汲みに来ました。はい、めちゃくちゃ寒いんで、まあでも昼間になれば全然太陽があるところは半袖短パンで試合できるんで、まあ朝晩の太陽が出てない時だけ本当にとんでもなく寒いんで、まあ冷やさないようにっていうのを、まあ、本当に心がけて、まあ、今年の冬特に風とかも流行ってるんでやっていこうと思います。まあ見てください、ここ結構なんか水の量がすごいんで、まあ、ここでは汲まないんで、こっち側のこのちょろちょろと出ているここで可愛く汲んでから、行こうと思います。まあ、こんな感じでなんか神社もすごいなんか綺麗なところで、はい、水めちゃくちゃ流れてるんで、まあ、水はまあ、体を作る上で結構大切なものだと思うんで、まあ、60% 人間水なんで、まあ、水結構僕気をつけてるんで、まあ、こういう水僕は結構好きなんで、はい、ということで頑張っていこうと思います。いってきます。
Ugh!
危ない。はい、ということで今、2回戦終わりました。スコア 6-0、6-2 で、今年全日本選手権、予選ですけど出ている選手に、しっかり勝ち切ることができて、良かったです。で明日も、同い年ですね。最近本当同い年とやること多いんですけど、全日本、ずっと出ている選手と、明日も試合なんで、どれだけ自分のそのやってきてることが出せるかっていうのが
楽しみですし、まあ、引き続きやれることやっていく、それだけだと思うんで、まあ、まあ、勝ったらもちろん嬉しいし、負けたらもちろん悔しいんですけど、まあ、いい意味で自信に変えて、まあ、明日はもう寝て起きたらまた違う一日なんで、しっかりまたこのクレーコートですね、アジャストして、まあ、しつこく、まあ、コートに入れていくことが、まあ、このコートは結構大事になってくると思うんで、明日も頑張っていこうと思います。ありがとうございました。